宇野ゆ作のゆ作から1940年10月8日は、大正から昭和時代前期の政治家、銀行家、実業家、貴族院多額の税者議員、衆議院議員、道の区広崎半領津軽郡城、蘇川村に生まれる。南黒地方屈指の大地主、南津軽郡立中学校を卒業し、サンバ、リンゴ園、酒造業、運送業などを営む。 1915年青森県会議員に当選。1920年5月の第14回衆議院議員総選挙では、青森県第3区から立憲政友会公認で出馬し、成美文史郎700票余り上回り当選する。1927年6号村長となり、1932年9月には青森県多額納税者として貴族院議員に御選され、 同月29日から1939年9月28日まで在任した。交友クラブに所属した。父に続き2大連続で貴族院議員に当選したことを記念して、青森姉妹町に声優会館を寄付した。他、青森県老公銀行、小野江銀行各専務、広南鉄道の重役を歴任した。1940年第59。 銀行と踊り在任中に死去し、銀行層が営まれた。ありがとうございます。